こんにちは、皆さん。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本康則と申します。本日はご紹介いただきましたけども、文献情報関係で私が携わっていますサービスについてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で、最初、文献ということで皆さんよくご存知だと思うんですけど、パウメドですね。パウメド、皆さんよく毎日のように使ってらっしゃると思いますけども、どうですかね。はい、でこの文献情報のデータベースですけども、皆さんは普通にパソコンのブラウザーで自由にアクセスできてますけども、これがサービス始まったのが、ここに書いてありますように、今から約20年前の1997年の6月26日にフリーのサービスとして始まったものなんですね。これまではメドラインっていう、その同じような文献の書誌情報が入っているデータベースを有料で配布したりということで、今のような形でインターネットを経由して簡単に使うということはできなかったんですけど、このサービスが始まったおかげで非常に簡単に文献の情報にアクセスできるようになりました。で、これがこんな感じなんですけども、そのもともとそのメドラインという文献情報のデータベースは、この1945年の発表されている論文の情報から蓄積されてきたんですけども、これがこんな感じでこうどんどんと増えてまして、で、最近の2015年16年になってくると、これが3000万近くなってきているわけですね。でこちらがその全体の検索できる対象になっている文献の数 でこちらがその毎年何件ぐらい新たに追加されているかという数字になっています。はい、でこんな感じでもう指数関数的に増えてきているわけですけども、昨日数えたところこんな感じでしたと。昨日9月25日時点でパブメドが検索できる文献の数っていうのが大体2888万件とありまして、でこれ6月、今年の6月から見てもこれだけもう増えてまして、もうこれが、58万件だったのが88万件で、もう30万件も6月から増えているという状況ですね。なのでもう簡単にその自分の関連する文献情報を網羅的にしないということだけでも非常に難しくなるぐらいにたくさんの文献が発表されていることが分かります。でこれが例えば2015年だけで見ても1年間でこの113万件入っているので、これを比で割ってみると単純に1日に3000件以上が追加されているということで、非常にたくさんの論文が発表されてパブメドに入っているということをお分かりいただけると思います。でさらにそこに入っている文献 のジャーナルの数だけでも5200が入っているということで、これらをいかにこう効率よく検索して自分の研究に役立てていくかということが非常に大切なことになってくると思います。でその中で少しでも役に立てばと思って、いくつかサービスを提供しているものがこれから紹介するものになっています。はい、でこの3つのサービスを今日は紹介いたします。で順番にこの、ここからですね、こういう順番でアリインメクセスコリルという形です。はい、最初にアリなんですけども、これはその文献で使われる略語とその展開形を検索するためのサービスになっています。でよくご存知だと思うんですけど、この分野に限らずとはいえ、この分野でも非常に略語がたくさん使われてますよね。で文献を見るとこんな感じでたくさん出てくると思うんですけど、これはそのメドライン、パブメドの中で品質する略語、大きいサイズのものがそれだけたくさん出ているっていうものになってまして、こんな形で、CI とか CT とか PCR とかおなじみの略語がたくさん出てきますけど、こんな感じで非常に多くの略語が文献の中で使われています。でその中でその一つの文献について一つの略語があって、それがその研究分野でみんな頭の中で類推できるような意味であればいいんですけども、例えばちょっと共同研究をするとか、ちょっと新しい分野の研究を始めるっていう時に同じ略語だったとしても、実はそこの実際の意味が全然違ってたりすることっていうのはよくありまして、そういう多義語がたくさんあるっていうのがこの略語の世界になってます。でこの端的な例としてはこの PC というものがありまして、で PC というのは一般的にはパーソナルコンピューターって言われていることが多いと思うんですけども、この、生物医学分野においては、プライマリーケアとかプロステートキャンサーとかもたくさんありますと。なのでその研究分野とか研究対象に応じて同じ略語であったとしても意味は全然違っているということはよくあるわけですね。で
その数が本当に多くなってまして、まあ、先ほどパウメドが検索できる文献の数が2800万件超えているとお伝えしましたけれども、その中に入っている略語の数も非常に増えてまして、でその出現頻度が10個以上のものだけを数えてみても大体もう8万を超えてるんですね。なので、まあ、仮にその略語、自分の好きな研究分野に限ったものだけでも非常に多くて、全部を簡単にこう頭の中で想像するってことが難しくなっているんじゃないかと思います。ですので、こんな中でこの略語ってものをもう少し簡単にどういった意味かってことをすぐに調べて、でそれに関連する文献情報もすぐに知ることができればいいんじゃないかということで、このアリーというサービスを提供しています。で、まあ、このサービスなんですけど、まあ、これだけの数なんで全部を人が見て抽出することはまあ難しいので、これは完全に機械的に行っています。で簡単にその方法をここでお伝えしますと、こんな感じでそのパウメドのアブストラクトを機械にこうざーっと見ていって、でこう大体アブストラクトの中にはその略語の部分とその略語の実際の展開している意味っていうものがこう感じで書かれていることが多いと思うので、こういうパターンをこう調べていって、でこの cDNA であればコンプリメンタリー DNA だなっていうことを、まあ機械がこうかん自動的に見つけて、それをどんどんデータベースに入れていくってことをしています。で、まあ、こんな形でやっていくと、その先ほどは10件以上ってやりましたけど、これを単に機械的に全部取り出すだけでいくと2048万件のその略語とその実際の意味のペアってものがこう取れます。でそれの中で、まあ、ユニーク数としては約355万件という形になっています。でこれは日々更新されてまして、でこのデータベースは毎週更新してますので、まあこの1週間の中だけでも、先ほど1日3000件以上文献が出てますってお伝えしましたけど、まあ、1週間でも非常にたくさんの略語が新たに出てきますので、それをどんどんこうデータベースに反映させていくということをしてますので、アリーで検索できる略語は常に最新のものになっています。でこのアリーというデータベースの特徴なんですけども、これはまあ略語の検索サービス自体は特にいろんなサービスがあると思うんですけど、このアリーの特徴としては、ここはせっかくその日本の機関で提供してますので、その展開系の実際の意味が日本語訳もついていれば、その日本語訳も一緒に出てくるようにしています。でこの日本語訳は基本的に辞書を見ながら最終的に人が判断してつけてますので、それなりの信頼性はあると思うんですけど、その分完全自動ではないので、その全部の略語に全部の、訳がついているわけではないんですが、全体 その頻度でいう多い順に調べていくと、だいたいヒットする半分ぐらいには日本語訳がつくような形にはなっています。でこれは引き続きどんどん充実させていきたいなと思っています。でさらにその略語、まあ、先ほどその分野ごとにその一つの略語もいろんな意味があるってお伝えしましたけども、これはそのではこの略語のこの意味で使われているのはどういう研究分野なんだろうというのがすぐに分かるように、その略語の実際の意味の候補がたくさん出てきた場合には、その候補が使われている主な研究分野というものをこういうふうに表示するようになっています。でさらにそれぞれの略語が実際どういう文献でできているかというその文献情報を提示するということも行っています。そしてまたこれがその新しいその略語で意味がよく分からなかった時に調べる時の参考になる情報ということで、その一つの文献の中で同じように使われている表記している別の略語っていうものはどんなものがあるかっていうのもここに出すようにしています。これでもしもそのこれから探そうとしている自分のよく分からない略語があったとしても、それと表記している別の略語で自分にこう馴染みの深い略語があれば、あこれがもしかしたら自分が探したい略語なんじゃないかってことが簡単に分かるんじゃないかということで提供しています。でこれがそのページのイメージなんですけれども、これがその検索した結果として出てくるものですね。これ、ちょっとでもせっかくなんで、ネットが細いとはいえちょっとさっきつながったので見てみたいと思うんですけど、これが切り替わらないのかな、こっちに持っていけばいいのかな、よし、はい、簡単にデモをしますけど、これがページになってます。で例えばここにこう SPF で試すって書いてあるので、これをこう押してみますと、こんな感じで検索がなされます。でここに出てくるのがその SPF という略語の実際に意味の候補になってます。でこんな形で頻度順なんですけど、こんな形でいくつか SPF が実際どういう略語意味として使われているかっていうのをこう見ることができるようになっています。でこの SPF というと、よくその一般的にはその日焼け止めクリームとかの数字とかってよく使われていると思うんですけど、
メドラインで調べていくと、実は一番多く使われているのはこれなんですね。あのスペシフィックパソジェンフリーということで、まああのまあ、特定の病原体除去っていうのは SPF の豚とかありますけども、ああいう意味で使われている SPF が一番文献の数としては多いということが分かります。で2番目がまだ S フェーズフラクション で、あと3番目になってくるとサンプロテクションファクターというあのよく一般的には知られている意味のSPF が出てくるという形で、こんな感じで SPF 一つ取っただけでも研究分野ごとに全然違う意味で使われているという例になっているわけですね。でそれぞれの分野についてここにこういう意味が出てきまして、まあ、これがあのサンプロテクションファクターの場合は皮膚科学ということで、まあ、納得できるような分野になっていると。でさらにこう狂気している略語もすぐに分かって、まあ、UV とか UVR って出てきますので、まあ、この辺はあのよく知られているものっていうのも確認しやすくなっています。でここの、カラムですけども、これはこの意味の略語が最初に使われた論文 の情報になっています。のでここを見るとこの辺の略語がいつ誰が初めて論文で使ったかということが簡単に分かるようになっています。でそれぞれここにあのちょっと小さいですけどこれをクリックするとその情報あの略語の意味についてのまた詳しい情報が出てきまして、でこれがあの先ほどは一番最初に使われた論文の情報でしたけど、ここを見るとあの実際に今であのこの略語を使っている論文の最新の情報のリストを取得することができます。なのでこんな形で2018年の一番新しい論文はここに来て、これを見ると実際のパブメのページにリンクが飛んでいって、ここの論文で今あの SPF という単語が使われているということが分かるようになっています。おります。はい、こんな形ですので、あのぜひあのもし略語でよく分かんないなってことがあったらアリを使ってみていただければと思います。でこれがその戻って、はい、で次このこのアリっていうデータベースなんですけども、今ご紹介したように簡単にそのPC のブラウザーで検索するということもできるんですけども、それ以外にもたくさんいくつか使う方法を提供してまして、あの実際にご自身でプログラミングをされる方でしたらこういったアクセス方法もありますので、こちらもお試しいただければと思っています。でこの毎週まあ更新してますと言いますけど、その毎週更新したデータベースの丸ごと全体がこの FTP サイトからダウンロードできますので、あのもっとかっこいいとか分かりやすいサービスのウェブの検索エンジンを作れるぞとかいう方がいらっしゃら、ここからこうダウンロードしてご自身でデータ をあの入れてサービスを作ることもできるようになってます。でこちらもあの、CC BY になってますので、データの再利用も全然そのクレジットさえあの表記していただければ何の制限もございません。であと最近はそのスパークルっていう、その先ほど、一番最初に紹介あった RDF っていうセマンティックウェブの世界で使われているデータ形式なんですけど、その形式でもこのアリのデータベースはあの提供されてますので、こういう形でもあの API を使って検索をするということができるようになっています。で最近ちょっとこれおまけなんですけど、 Google アシスタントとか呼び出せるってこともできてまして、まあ、ご自身であの Google ホームとか持ってたら略語のアリにつないでっていうと、これにつないであの声の認識をしてもらいながら略語の意味が分かるとかいうこともできます。お試しいただければと思います。なのでこの辺検索していただくとすぐに出てきます。でさらにこの、アリーという情報あのデータベースについては、あの動画チュートリアルの統合テレビでもその使い方を提供しています。で先ほどこの簡単にあのスパークルっていうその新しい API の、 あのプログラムパソコンの、プログラムで検索できる方式についてあの触れましたけども、そういうことを使うと実際どんなことができるかっていう一つの例としてこんなことができますというのがここに書いてあります。でこれがあの例えばこのウイロロジーっていうそのウイルスに関連する分野で出てくる略語の頻度が上多い順にどんなものがあるかみたいなものを簡単にこうやって検索して出すこともできるので、あのこれが先ほどのウェブの検索では簡単にできないんですけども、そういうプログラムを使ったあの方法を使うとこういうことも簡単にできるようになりますので、もしご興味のある方はこの辺を確認していただければと思います。ちなみにここに書かれているこの URL をあのクリックというかあのアクセスしていただきますと、この情報現在のアリーが提供しているデータベースをあの叩いて結果を見ることもできるようになっています。でさらにこの RDF っていう方法を使うと他のデータベースの、あの融合あの統合が簡単にできるんですけども、
その一例としてそのユニプロットとアリーを簡単に統合して検索できる例がここに載っています。でこれどちらも別にその、アリーとしてユニプロットを何かしらアクセスできるように参照しているわけでもなく、逆にユニプロットがアリーを別に参照するように作られているわけではないんですけども、この、RDF という方法を使ってスパークルっていう検索をするとどちらも全く独立して開発されているデータベースであるにもかかわらず、これらを一つのデータベースであるかのように簡単に検索できることができますので、こういったことにもし興味ある方はこの辺をちょっと見ていただくと良いかなと思います。はい、アリーについては大体こんな感じになります。はい、次にインデクセスという検索システムについてこれからご紹介します。よいしょ。でこれは文献中に書かれている英語表現を検索ということで、これはこれから皆さん英文、これからというか、まあ、これから以前もだと思うんですけども、英語で論文を書いているときにいろいろとこう出くわす悩みとしてこんなものがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これはまあ非常に簡単な例ですけども、前置詞何だったかなとか、あとはそのちょっとスペルが難しい単語とかの全部がすぐに思い出せなかったりとか、あとはその、まあ、こういうアソシエイテッドウィズみたいな表現があったときに、このアソシエイテッドウィズを修飾する副詞としてどんなものがたくさん使われてるのかなみたいなことがすぐに頭に思い浮かばなくて、なんかいろいろ自分が表現したいこう頭の中に入っているモヤモヤを英文に書き下すってことが難しいってことがよくあると思うんですね。でそういう時にこのサービスがこうお役に立つんじゃないかなと思って開発しています。でこれが こんな感じで、このインメクセスも非常に売りは高速だってことなんですね。これ何してるかと言いますと、そのメドラインの文献に入っているタイトルとアブストラクトに書かれている英文全部をこう抽出して、でそれが自分がタイプする英文とマッチしているものがあれば、それをその場で立ちどころに検索結果に出してくるっていうだけの、まあ単純なサービスなんですけども、それをすると本当に自分がこれから表現した英文が実際のメドラインではどうやって書かれているかってことがすぐに分かるようになっているということになっています。でさらにその検索した結果というのもすぐにこうパブメドのアブストラクトの中ではこんな風に出てますよということが確認できます。でこれも、せっかくなのでデモをしたった方がいいと思うので、ここで簡単にご紹介したいと思います。よいしょ、これですね。でこれこんな感じのインターフェースになってまして、例えば先ほどのフォスフォリレーションみたいな感じでフォースとかってやっていくとこんな感じですぐ出てきますと。でここに出てくるのが全てこの実際のパブメドのアブストラクトやタイトルの中に書かれている文の 一部になってまして、で、まあ、フォスフォリレーションだったらこんな感じなんだなっていうのがすぐ分かりますと。であと、前置詞とかでしたらここに、まあ、簡単な例としてアソシエイテッドウィズみたいな感じでここにアソシエイテッドってやると、あれなんか間違ってんな、あれまあいいか、ウィズなんか間違ってるよね、あれここか、はい、はい、こんな感じです。こうすぐにもう間違いも分かってしまうっていうのもいいサービスなんですね。こうだから S で書いてしまうと18件でどう考えてもおかしいってすぐ分かるんで、なんでこう自分のスペルミスもすぐ簡単に分かると。でもちゃんと実際にああいうスペルミスもメドラーに入っちゃってるっていうのが残念な結果なんですけど、それを見ると間違った人は誰かっていうのも分かっちゃうんですけど、こういうのをここにやって、ここにメドラインとかってこうセンテンスってやるとポチッと感じで実際のパブメドメドラインがどんな文章でアソシエイテッドウィズを使っているかっていうのが出てくると。なんかちょっと時間かかってますね。ちょっと数が多いとちょっと時間かかる時があるんですけど、少し待っていただくと出てくると思うんですね。あ、出てこないですね。もしかしたら、あ、来た来た。ちょっと数が多かったので時間かかっちゃいましたけど、こんな感じでそのアソシエイテッドウィズが使われている実際のパブメドの文章が出てきて、でそれはさらにここからこうやってこのクリックするとそのパブメドの文献情報にたどり着くという感じで、なんかこう自分で英文を書いているときにちょっと他の人がどんなことを書いているかってことを参考にしたいときにはこれを使っていただくといいかなと思います。でさらにこのサービスのもう一つの特徴として、これ最近付け足したんですけども、言い換えとか同じ意味だけど違う表現したいなとかいう時にあると思うんですね。ついついこう自分のなんか僕だとボキャブラリーがあんま少ないので、いつ単調な
表現になってしまうんですけど、まあ、一つのこうあれ単語で同じ意味に他に使える単語はないかなみたいなことを知りたいときには、ここにこう例えばアンノウンとかいうふうに入れていただいて、こっちの関連語っていうところを見ていただくと、このアンノウンと同じようなあのコンテキストでメドラインの中で使えている別の単語がこう出てくるんですね。でこういうふうに見ていただくと、あ、そっか、アンクリアっていう単語も使えば同じような意味で使えるんだなみたいな、こうやって少しは自分のこう表現力にこう磨きがかかるんじゃないかなみたいなところも使えるので、こういう目的でもインメックシリーズを使っていただくといいかなと思います。はい、そんな感じですかね。で一旦また戻ります。これが、はい、それね、これ、同様の使われ方をする単語を調べると。で、あと、あ、もう一つこうあの売りとして正規表現フィルターっていうのがあるんですけども、これはちょっと、まあ、あの複雑な使い方なんですけども、先ほどちょっと紹介したその副詞の使い方はどうなってるかなみたいなのを調べたいときにこれが使いますと。でこの correlated with っていうときに、この correlated with のところの直前にどんな副詞がたくさん使われているかみたいなものを簡単に調べたいっていうときには、この正規表現フィルターっていうものを使いますと。でこれを使うとこんな感じで、この was と correlated with の間に入っている単語のリストが簡単に取れますよということで、この was correlated の間にこう使っている副詞はこんな感じで数なんですけど、これがメドレーの中の表現されている数なんですけど、多い順にこんな感じで見えてくると。ポジティブリーとかシグニフィカントリーとかネガティブリーとか、そういう感じで、まあ、順当な結果だと思うんですけど、こういうふうに、まあ、自分がこれから書きたい論文の中でこうどういう副詞を使うと、まあ、皆さんと同じような意味をちゃんと適切に伝えることができるかみたいな参考にしたいというときには、このサービスを使っていただければ幸いです。でこの、サービスもあの発展的な使い方ということで、この検索システム自体が API として公開されてますので、これも今のこの私が提供している今みたいなインターフェースだとちょっとかっこ悪いとか使いにくいっていう場合は、直接この API を使って別のサービスの中に今の検索をビルトインすることができますので、もしその辺あのご興味のある方は調べていただければと思います。はい、でこれもこんな感じで検索できますし、統合テレビで、動画で使い方を紹介してますので、こちらも参考にしていただければと思います。はい、で続いて、コリルというサービスのご紹介です。でコリルはこの文献の引用情報を検索するものなんですけれども、まあ、これあのこういうこともあるんじゃないかなと思うんですね。ある文献についてその文献の著者ではない研究者による評価っていうのはどうだろう。例えばそのある文献を発表しましたと。でその文献がいろんな他の研究者によってサイトされた。そのサイトされるときにはどういう意味でこの文献がサイトされているかなってことを調べたいなっていう、こう気持ちが湧くということが多いんじゃないかなと思うんですね。多分イントロで書かれたりとかディスカッションで控えてたりしたときに、そのイントロの中だったらそのイントロの中でどういうふうに紹介されてこの論文が控えているのかみたいなことが簡単に分かるといいんじゃないかなということで調べて作っているものがこのコリルっていうデータベースのサービスになります。それからまたこれも英文書くときなんですけども、まあなんか同じ文献あるよく引かれている論文を自分でも引いて、なんかこうイントロとかディスカッションに書きたいんだけど、実際他の人たちはどういうふうな形でこう英文落として書いてるのかなみたいなものを参考にしたいなっていうときにも、これを使っていただくと非常に便利じゃないかなと思っています。でその方法としていくつかここに紹介してます。はい、でこのコリルは何をできるかっていうことなんですが、特定の論文についてその引用記述を検索します。この引用記述っていうのが今お伝えしたその実際の本文論文の中でどういうふうに引用しているかっていうところの書き方っていうことを引用記述というふうに呼んでいます。でそれから特定の論文について他の論文からともに引用されている論文を表示します。これはどういうことかと言いますと、ある論文 A っていうものを他の B っていう論文がサイトしますよね。でその論文 A っていうものを他の D っていう論文からもサイトします、 E っていう論文からもサイトしますっていう時に、それらの A をサイトしている B とか C とか D がもう一つ他にも一緒にサイトしている論文があれば、その A っていう論文とその一緒にいつも引用されている論文っていうのが X っていうのがあった場合は、それらは互いに多分関係が強いんじゃないかっていうことが推定されますので、そういった論文を検索することで今まで自分が調べていた論文の他にも実は同じような研究で重要な論文が
見逃してなかったかなということを確認することができるという意味で、この特定の論文について他の論文から表引用されている論文を表示するということもこのコリルというサービスでできるようになっています。でこれは多分レビューとかも作る時の、ツールとしても非常に役立つんじゃないかなと思っています。で、現在のコリルなんですけども、これその本文全文を使えないといけないので、この本文全文を使うためには今のところそのパブメドに入っている2800万件全文は使えないので、その中 の、 その、PMC というパブメドセントラルに入っているその中でも特にその論文の全文を自由に二次利用できるライセンスで提供されているものについて対象に検索にしてますので、そういう意味ではここ今203万件なんですね。で203万件というとパブメドの2880万件のうちの 7% 強なんですけども、これらのでも、オープンアクセスの論文というのは最近どんどん増えてますので、これからもちょっとずつですけどこの割合が増えているというふうになっています。でこの引用記述をしている203万件の論文から引用されている側の論文の数っていうのは特にその本文を取る必要がありませんので、これはパブメド全体に対象できますので、そうすると1050万件なんですね。なのでこの203万件の本文が使える論文から引用されている1050万件の論文がこのコリルで検索されるようになっています。でこれはもう約パブメド全体の8分の3弱なんですね。 36.7% ということでかなりの数になっています。でこれはさすがに毎週更新するのはちょっと大変なので、時々気が向いたらやってるんですけども、今のところ年に3回ぐらいやってます。で、今7月時点取得したものが今のコリルのデータベースの内容になっています。でこんな感じですね。でこれもここで説明するよりもやってしまった方が早いので、ここで見ますけど、これこんな感じになってます。で例えばこれをこんな感じでパブメド ID がもし分かっている場合はここにパブメド ID を入れていただくとこんな感じで検索がなされるようになっています。これ全バンクとかいうちょっとね数が多いデータベースを入れちゃうとまだちょっと時間かかるんですけど、こんな感じで出てきますと。でこれはそのここにその全バンクっていうその、引用される側の論文が来まして、でこっちはその全バンクの論文を引用している論文のリストになります。でこれが初期設定ですといつ発表されたかっていう順番なんですけど、これがサイテーションの多い順とかいう形でも検索できるようになってますので、この全バンクを引用している論文の中でも特にさらにその論文が他の論文から引用されている数が多い場合はこの上に来るっていう形になります。でそうするとこれの論文は、802件からまた別の論文からも引用されているということが分かりますと。でそれらがどういった形でその全バンクの論文を引用しているかっていうのがここで分かるということになります。でここにこれがその全バンクを引いてまして、それを引いているこの本文の中の、一部分抜粋しているものですけども、ここが見えるようになっていますので、こんな形でこの全バンクの論文を引用しているんだなってことが分かりました。でさらにここにその今日引用している論文ですね、この全バンクを引用しているこれらの論文が一緒にこの文献から引用している他の論文はここにありますということで、全バンクを引用している論文は多くはここですね、この辺の論文も一緒にブラストの論文とかギャップドブラストとかの論文も一緒に論文引用していることが多いよということが分かりますので、ブラストの論文と全バンクの論文は、もう当然関連してますよということは、これはもう当然皆さんよくご存知なので、特に新しい発見ではないと思うんですけど、これを、ご自身の最近の研究に対しても同じようにやっていただくと、その研究分野での中でのなんか論文の引用関係で大体レビューとかその研究コミュニティの中の雰囲気ってものが簡単に分かるんじゃないかと思いますので、ちょっと新しい共同研究とかで新しい分野の論文を読もうと思ったら最初にコリルで検索してみて、この辺の分野だったら皆さんこの論文は引用してんだなみたいな定番の論文を簡単に調べるっていうことができるようになると思います。よろしいですかね。で戻りますと。ということで、あと今パブメド ID から入りましたけど、こちらの方は逆にそのパブメド ID が分からなかったときは通常のパブメド検索をするような形でここにキーワードを入れていただきますと、ここから
パブメド検索がかかって、その中から実際今の検索コリルのここに入れるための文献を調べることができるようになっています。なのでここで例えばここにこんな形で入れると、これ今パブメド検索が裏側でなされて、そのパブメド検索の結果がこう出てきますので、この中から自分が知りたい論文について調べて、例えばこれがいいなと思ったらこう形でクリックしていただくと、この論文がここに来て、その論文を引用しているこの論文のリストが簡単に出るという形になっています。よろしいですか。ということで、パブメド ID か検索語キーワードが分かれば検索をすることができるようになります。でこんな感じですね。でまたこれも同じように、スパークルっていう先ほどの RDF でも使えますよとなっています。でこれがそのクエリなんですね。これがそのスパークルっていうクエリで、これ実際そのコリルっていうこの検索サービスは裏側で全部こういう、スパークルっていう検索が行われていて、その結果がそこに出されていますので、一つ一つその今の検索はどんなクエリだったのかなっていうことも簡単にここの辺をここをクリックすると分かるようになってますので、もしご興味のある方はこちらを確認していただければと思います。はい、これで、これも統合テレビがありますよと。はい、以上です。どうもありがとうございました。